1619年当時のポーランドリトアニア連合とリボニア。濃い灰色の部分がリボニア広告17世紀後半のリボニア。中、北部がスウェーデンバルト帝国、南部がポーランドリトアニア連合リボニアは現在のラトビアの東北部からエストニアの南部にかけての地域の名称。また、リボニアやドイツ語風にリーフラントとも言う。この地には、 フィンウーゴル系とされるリボニア語を話すリーブ人が住んでいたが、現在では人口数百人程度の少数民族となっている。ドイツ騎士団の植民やバルト人、フィン人等との混血により激減したとされる。現在、住民はほぼバルト系ラトビア人とロシア人で占める。中世リボニア、テル、ラマリアナリボニア十字軍の間にリボニア体験騎士団に植民地化された。 テルラマリアナはバルト海の東海に位置し、現在のエストニア南部とラトビア北部からなる領域、リボニア十字軍の結果作られた。中世は北方十字軍や東方植民の影響でドイツ系の住民バルトドイツ人が多数を占め統治された。リーブ人の影響は残り、この地はリーブ人の土地、リボニアとして名を残すことになる。 ドイツ騎士団国と支部のリボニア騎士団、リボニア公国、スウェーデンと支配者を変えた後、最終的に18世紀初頭に始まった大北方戦争により、ロシア帝国に返した。20世紀には、リボニアの北部をエストニア、南部をラトビアとして国家が成立した。ありがとうございます。